今日は姉という字を書いてみましょう。まず1画目、1画目は左半分のこちらの枠の中に書きます。上の方から入って横の中心超えたぐらいのところで曲がってきます。上のこちらよりも曲がったこちらの方が短くなるように書きましょう。2画目は左払いで、払い終わりがあまり長くなりすぎないように、1画目のこのここに交わったらすぐに終わるぐらいの短さで書きましょう。で3画目は2画目のこの払い終わったそのまんまの流れで弧を描いて、で斜め右上にスッと抜く横画を描きます。でこの時女辺なので横画は右上がりになるように描きましょう。4画目は1画目の描き始めと同じか少し上ぐらいから短い縦画を描きます。5画目は4画目の描き終わりを触れる横画を描きます。6画目は真っすぐの短い縦画を描きます。7画目は6画目の描き始めと同じ位置から始まって右に進みます。で折れ曲がってきて斜め上に跳ね上げます。この折れ曲がってくる位置は5画目 の内側に収まるように書きます。どちらも同じぐらいの余白が開くように書きます。8画目は4画目の書き終わりからまっすぐ下に降りてきます。でスーッと抜きましょう。女辺が難しいんですけれども、女辺辺になるのでこの半円の中に収まるように書くといいでしょう。でこの横画はまっすぐにせずにちゃんと右上がりになるように書きましょう。あとこっちの1という字ですけれども、この枠の中の中心を探しましょう。中心を探して、この枠の中の中心を探して、中心に4画目と最後の8画目がスーッと通るように書くと収まりがいいでしょう。